長年続いてきたこの不記載の観光を是正することができなかったのかその原因がこの日本の政治における当選回数優先主義ですとかあるいは長いものに巻かれる、まあ、こうした風土があるとしたならば我々はこうした フード、風通しのあるの良いこの政治の風土これを作っていかなければなりません。岸田総理はこう述べた上で、関係者の処分を党として判断することや連座制を念頭に法改正を目指す考えを示しました。明日は安倍派の塩野隆座長ら4人が出席する予定です。